この Kindle にですね、はい、グルジェフ総論、はい、というのが入っていて、まあ、そのちょっとだけ抜かしてもらうと、はい、9つのタイプの命名、うん、イチャーソ、パーマー、リソっていうのが出てくるんですけど、よく出てくる名前、はい、よく出てくる名前そうですね、まあ、イチャーソっていうのはグルジェフから飛び、うん、初めてこの現代の形のエニアグラムの形を広めた人ですね、うんはい、でここで書いてある命名としてはですね、1、怒ってばかり、これ僕ないな、2、取り入り上手、これなんかちょっと感じるんですねなんかあ、分かる気がします、チクチクくるんですよ、うん、ただ2の取り入り上手、上げたがり、助け合ってあって、うん、この後の2つはないんですね。でもこう僕のことを見てよじゃないですか、取り入り上手です、取り入り上手、はい、2の人、はい、でそのためにこうプレゼントしてる、そこでここはないかなとかと思いながら、うん、すみません、ちなみに1は怒ってばかり、うん、完璧主義者、改革者ですね、うん、で3、イケイケ、やり手、地位追求者、うんまあ、若干これ悪口入ってますよね、まあ、全部じゃないですかそうなんですよ、誰も褒めてないんですよ。で4、憂鬱、憂鬱、悲観的ロマンチスト、はい、芸術家、うん、5、おけち、観察者、うん、考える人、うん、6、怖がり、うん、何でも反対、うん、これちょっと分かりますねこれ、うん、で忠義の人、うん、7、計画や快楽主義者、万能選手、うん、で8 鬼親分、うん、指導者、うん、これ僕絶対ないですね、うん、で9が怠け、うん、調停者、うん、平和主義者、うん、でやはりこのなんて言うんでしょう、いろんなエニアグラムの本では、はい、なんか宝物だよなんて、うん、なんかさもタイプはなんて言うんでしょう、掴みに行きたくなるようなのがあるので、うんうんうん、その人気のタイプとかって出てくると思うんですけど、うんうん、決してこれは握ってはいけないものなんですよね、うんうん、